はい、皆さんこんにちは、マルさんです。映画のパンフレットを紹介する動画を上げてます。今日紹介するのはこちら、ブラックウィドウです。映画なんですが、実はこれ映画館で見ていません。ディズニープラスでね、配信ということだったので、特別な料金を払って、ディズニープラスの配信動画で作品を見ました。まあ、これがね、今ちょっと、このスカーレット・ヨハンソンさんとディズニーさんとの間でちょっと揉めてるらしいんですけどもね、それもちょっと気になっております。で、パンフレットも劇場に行ってないので買っていません。これも通販で購入しました。はい、なんとか手に入ったんでね。作品の紹介はいろんなレビュー動画があると思いますが、ちょっとパンフレットを紹介してみたいと思います。このね、赤い、なんだろう、これね、すごい形ですよね。白こんな感じ、ブラックウィドウ、カメラつっちゃった。まずですね、開けると、かっこいいですね。なんかこう、遠くを見、これね、ラストに近いシーンかな。で、まずはイントロダクション、それからこれまでのシリーズの紹介があります。あと、ストーリーということで、出てきます。6歳のね、頃のナターシャ・ロマノフ、ブラックウィドウですよ。で、お父さんとお母さんと妹と住んでいるんですが、まあ、この家族が、全体のストーリーに関わってきます。で、実はまあネタバレも含んでまた後で喋っちゃいますけど、この家族っていうものの存在がこのブラックウィドウの中ではかなり大きなウェイトを占めています。アベンジャーズの時もね、エンドゲームの時も新しい家族ができたっていうことで、アベンジャーズを家族という言い方をしてましたけども、なんだろう、こう日本人が捉えている家族とファミリー、いわゆる英語でファミリーと微妙にニュアンス違うのかなっていうぐらい感じるものがありました。というわけでパンフレットいきますね。まずストーリーですね。それからいろんなシーンの写真があります。ナターシャ・ロマノフ、ブラックウィドウのキャラクターの説明と、それからスカーレット・ヨハンソンさんのプロフィールです。なかなかいい感じです。今回ね、結構白いスーツで、バトルスーツというかね、着てますよね。それから妹役のエレーナ・ベローアというキャラクターが出てきます。演じてるのはフローレンス・ピューさん、インタビューも出てますね。それからね、このお父さんがね、かっこいいんだろうな、これが。アレクセイ・ショスタコフっていう役名で、ヒーロー名としてはレッド・ガーディアンっていうね、結構恰幅がいいんですが、このスーパーヒーロースーツをね、ギュッとこうお腹を押さえながら着るという、まだまだ着れるぞみたいな感じになりました。役者さんはデビッド・ハーパーさんですね、インタビュー出てます。それからお母さん役なのかな、メリーナ・ボストコフっていうキャラクターですね。演じているのはレイチェル・ワイズさん。この4人の家族がなかなかいい感じでした。それから他のキャラクターのインタビューも出ています。特にね、ロス長官が出てくるのがね、マーベルファンにはいい感じみたいないい感じなのかな、だったかと思います。それからこのね、敵役というのかな、このタスクマスター、これもね、なかなかスーツ的にはかっこいいんですけどね、内面的に見るとかなり悲しい主人公、登場人物です。それからこのレッドルームというね、極秘スパイ養成機関っていうのがあって、まあ、ブラックウィドウみたいな人材を育成する機関というのが登場しますよね。ここですね、コラムが出てます。誰もが憧れるヒーロー、ブラックウィドウの過去ということで、杉山スピート予算、アメキャラ系ライターさん、写真も出てます。インタビュー記事が本当に豊富に出てます。これは共同制作ブライアン・チャペックインタビューとか、それからエリック・ピアソン脚本の方のインタビューとかね、この辺のインタビューを読んでいくと、なぜこのブラックウィドウという映画がね、単発で作られたかっていうのがなんとなく見えてくる感じがしますね。実際フィルムメーカーで映画を作った人たち、監督、脚本、制作、衣装デザイナーさんで、またコラムとしてブラックウィドウ華麗なる奇跡ということで、出水さん、モンドさん、アメコミライターさんで、今までの登場した作品ですよね、アイアンマン2で登場し、でアベンジャーズエンドゲームまで、いわゆるアベンジャーズのメンバーとして登場してきたナターシャ・ロマノフ、ブラックウィドウです。今回はね、結構ロシアというのかな、その冬の国、雪のある国のお話があったので、結構画面的にはね、この暑い時期に見るのは涼しい感じがあるかなと思いました。スパイとヒーローの狭間、ブラックウィドウの歴史ということで、小池さん、アメコミライターさんが書いてますけども、実際にアメリカンコミックの中でブラックウィドウがどう描かれてきたかっていうことが、文字になってます。これは結構読み応えありますね。それからブラックウィドウを彩る新たなキャラクターということで、今回出てきたタスクマスター、それからエレーナ・ベローはですね、お母さんの役だな、
アレクセイ・ショスタコフ、結構ねこれがなかなかいい感じです。スパイファミリーっていう感じですね。ちょっとネタバレに入ってます。スパイファミリーです。アメリカに住んでいるんですが、いわゆる偽りの家族を演じているんですが、そのね偽りなんだけどこの絆何みたいな描かれ方です。後ろのパンフレットの後ろの方は結構イラストがね豊富なんで、写真ではなくてイメージイラスト的なところでこの見応えが結構あってですね、最後切り取るとポストカードになるっていうのがあるんですが、切り取って使わないですよ、もったいなくて。であとブラックウィドウの劇場商品通信販売の案内というのが載っています。この中にはねパンフレットそのものはないんだよな。であと、バンプレストさんのいわゆるフィギュアなんです。まあ、そんなのが登場シーンも出てます。ブラックウィドウのパンフレットです。ちょっとねこう家族の在り方っていうのがこれから特に、世の中的に変わってくるのかなって感じがします。どうしても日本人の家族感と外国の人のファミリーという感覚が違うのかもしれないんですが、一人の人間が複数の家族にファミリーに所属する、まあ、帰属するといったのかな、そんなことが起きているような気がします。でブラックウィドウはアベンジャーズとこの偽りの家族ですが、かなりの絆の深い家族が出てくる。で僕たちも既に今普通の世の中的に見ると実は、実家もありつつ、例えばこう都内でシェアハウスで同じ屋根の下で暮らす人たちっていう、まあ、家族と言っていいのかな、まだそこまでいかないのかもしれないけど、そういう複数の団体というのかな、人との関わりをたくさんの場所で持っていたりとかします。まあ、そんな意味でこのブラックウィドウ、新しい家族像っていうのかな、それをね結構見ながら感じました。血のつながりだけが家族ではないっていうところですね。まあ、そんな目で見るとこのブラックウィドウもちょっとね面白い作品かなというふうに感じはします。映画館でねなかなか上映する映画館が少なかったりとかしているのもありますし、今その主役の方とディズニープラスのちょっと揉めてるというのも聞いております。なのでまあ本当に僕は配信で見てしまったんですが、まあ、正直言って配信で見れてよかったというのがあります。まあ、映画館で見るとちょっとね割高なのはしょうがないですよね。 DVD カード高いなというのもちょっと金額的にね映画館で見るよりは高い金額になっているのがありますけれども、まあ、そんなわけでちょっと新しい試みなんですよね。劇場でやるとかやら配信をするとかっていう、まあ、これの今のコロナ禍の中で、まあ、そんな映画の、見せ方見方というのがあるのかなと思いました。映画ブラックウィドウおすすめです。できれば劇場の方が面白いと思うんですが、なかなか上映している劇場が少ないということもあるので、ディズニープラスのような配信でもいいかなと僕は思っております。そんなわけで、パンフレット紹介でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、高評価お願いします。コメントをいただけると励みになりますので嬉しく思います。それではまた、映画のパンフレットを紹介したいと思います。ではまた。